皆さんこんにちは。女流棋士の香川真央です。先日動画でもご紹介させていただきましたが、9月18日第4回アベマトーナメント決勝戦が生放送にて行われました。私大変僭越なんですが、そちらの司会進行を務めてまいりました。関係各位の皆様、そしてご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。実は収録後の深夜にこの動画回しているんですけれども、皆様に感謝の気持ちをお伝えしたいなというのと、今の気持ちといいますか感想もね、少し残しておきたいなと思いましてカメラ回しております。動画が上がるのは明るい時間かと思いますので、最後まで聞いていただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。この動画では一応ね、ネタバレを含みますので、ご自身で対局内容や結果見たいなという方は一旦ね、ここで動画閉じていただけたら幸いです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回の第4回アベマトーナメントの結果なんですが、藤井聡太三冠率いるチーム藤井最年少プラスワンの優勝となりました。改めましてチーム藤井の皆様、おめでとうございます。いやー、藤井聡太三冠ね、実は第1回から4連続優勝という、なんか優勝しかしてないという非常にこう、信じられない結果をまたしてもこう、達成されてしまったわけなんですけれども、まあ、今回はチーム戦ということでね、藤井三冠がご指名された高見七段、伊藤四段と共に、もう皆様本当にそれぞれ素晴らしいご活躍で優勝をこう手にされたというようなね、本当に素晴らしい熱戦の数々でした。で、惜しくも敗れたチーム木村の先生方をはじめ、ご出場されていたどのチームの皆様も盤上、そして番外、まあ、トークですとかね、そういった場面で本当に将棋ファンのたくさんの方を楽しませてくださったんじゃないかなと思います。で、私は第3回といいますか、これまではね、ほぼ視聴者の皆様と同じもうファンみたいな立場でこのアベマトーナメントを楽しませてもらっていたんですが、今回初めて司会という立場で本戦から携わらせてもらいました。なんでしょう、将棋の聞き手のお仕事はね、昔からまあこれもありがたいんですが、いろいろ機会いただいてましたけれども、司会進行はね、決してプロではないと言いますか、将棋のお話がメインじゃなくて、円滑な進行、お話を進めるっていうところがお仕事になってきますので、まあ、非常にこう、緊張感のある、やっぱり大役をいただいたのかなという認識でお仕事を務めてまいりました。いやー、本当にいろいろなことがもう勉強になりました。まあ、特に今回本戦は生放送ということで、普段のね、こういう動画みたいに、まあ、動画は特に私のチャンネルということもあるので、こう間違ったら撮り直したらいいやとか、まあ、カットすればいいやっていうことではなく、もうどん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 やっぱり進んでいく中で最善を尽くしていかなくてはいけないというね、難しさの中、本当に至らない点が多かったかと思うんですが、まあ、自分にできる限りのことを本当に努めたいなという一心で、なんとか、なんだろう、やり、切ることができたかなとは思います。まあ、噛んだりね、ちょっと間違いなどもあっては申し訳ないなという気持ちはあったんですが、なんとか無事終えることができてホッとしております。そうですね、まあ単純に素晴らしい対局の数々、最高のエンターテインメントっていうものをこれ間近で見ることができて、関わることができたという喜びをまずものすごく感じております。それだけじゃなくてですね、やっぱり画面を通してだと、ああ、なんだろう、当たり前的に感じていたような、例えば、スタッフの皆様の尋常じゃない努力といいますか、ご尽力というのを現場に立つことで、より知ることができたかなと思います。まあ、関係者になってるからこそ、この裏側どれぐらい行ったらいいんだろう的なところはあるんですけど、やっぱりあのスケールで将棋の対局を見せるっていうのは、本当に並大抵のことではやっぱりないわけですよね。音とか美術とか、本当にあらゆる分野の方が、プロフェッショナルの技術を発揮してくださるからこそ、あの最高の番組が出来上がっているんだっていうことをね、なんかこう、改めて知ってはいたんだけど、こう現場でスタッフの皆様のお顔を見てお仕事をしてっていうことで、改めて本当にその感謝の気持ちみたいなものが、すごくこう、膨れ上がるような、なんかそういう体験になったなと思います。
まあ、冒頭でも言いましたけれども、そうした意味でも改めまして、関係各位の皆様、本当にこの素晴らしい番組を作り上げてくださって本当に本当にありがとうございます。一拙いですけれども、司会進行としてお仕事をすることができたことが光栄な気持ちでいっぱいです。 YouTube を我が家なりにもというか素人なりにもやっているからこそ、あの規模感の、あのクオリティ感の、やっぱりそれこそチームワークっていう現場をね、まあ体験したことが感動的でしたし、皆様のご尽力によって勝利を盛り上げていただいているっていうことに対して、一プロとして本当になんかこう幸せな気持ちでいっぱいになりました。まあそれもね、勝利を楽しんでくださる視聴者の皆様がいてくださるからこそとも言えますし、なんでしょう、なんか改めてこの勝利が大好きでよかったなっていう気持ちにしてもらえる現場でした。まあ、今回いろいろ勉強させていただいたことを、また次のお仕事ですとか、自分のこう人生といいますか、プロ棋士としての活動に生かしていきたいなと思っておりますので、あ、香川さん今回はこういうところちょっとダメだったなとか、もったいなかったなって思った方も多いかもしれないんですが、ぜひね、それが次こう改善されてるのかとかね、あ、なんかより良くなってるのかとかも、そういうところもちょっとこう温かい目で見守っていただけたら嬉しいなと思います。まあ何より今後ね、第5回アベマトーナメントどうなるんだろうなですとか、あと先日発表されたね、女流棋士版のドラフト会議による団体戦第2回、女流アベマトーナメント、これは一体もうこっちはどうなるのかとかね、そういったワクワクするような、まあ、将棋コンテンツ、これからどんどんまた続いていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ一緒にこれからの将棋界の盛り上がりというのも見届けていただけたらと思います。私も今回この皆様の熱い熱戦の数々を見て、なんか勝利したいなってまず思ったんですけど、本当にこうプロとしてね、この将棋を指して皆様をワクワクさせるっていうことが、あ、こんな風にできたらいいなって、ますますその気持ちが強くなりましたので、いつになるか、なるべくね早くそういう機会があるといいなと思いつつ、ぜひね、そういうことができるように一生懸命日々頑張っていきたいなと思いますので、香川の対局の方もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。興奮冷めやらぬままと言いますか、こっち深夜のテンションで動画回してしまったんですが、この動画やアベマトーナメントを見て、あ、やっぱり将棋楽しいなとか、あ、将棋楽しそうだなって思った方はぜひね、コメントで教えていただいたり、チャンネル登録高評価していただけたらとても嬉しく思います。 YouTuber の端くれとしても動画でね、なんかこう負けじと盛り上げていきたいなという気持ちもあるんですが、アベマトーナメントクラスの感動をこう与えるというのは難しいかなと思いつつ、 YouTube でも私にできる普及活動をいろいろ頑張っていきたいなとも思いましたので、動画の方もぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。それでは失礼いたします。ありがとうございました。